栄光はもう目の前まで来ている。チャンピオンズミーティングクラシック決勝、現在一番人気はここまで無敗トリプルティアラの馬娘メジロラモーヌ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はここまで無敗三冠馬娘ドゥラメンテ。2番人気はここまで無敗三冠馬娘ネオユニバース。十分に勝利を狙えますよ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロラモーヌ、ツインターボ快調に飛ばしていきます。メジロラモーヌ上がっていきます。さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭がやや速いのか間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。先頭はツインターボ、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はメジロラモーヌ、3番手東海帝王、大きく離れて成田大臣、1馬身離れてドゥラメンテ、外から行くジャングルポケット、そしてそのうちネオユニバース、2馬身3馬身開いてグラスランダー、2馬身3アグネスタチオン。意気揚々と先頭行きます。ツインターボどうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面中間に入っていく。順位を振り返っていきます。依然先頭はツインターボ、続きましたメジロラモーヌ、そして東海帝王、およそ5馬身開いて成田大臣。感じるみんなのシグナル、始めようランデブー。後ろからネオユニバース、そしてその後ろから行くのはジャングルポケット、その後3、4馬身開いてドゥラメンテ、3馬身離れてグラスランダー、2馬身3馬身開いてアグネスタチオン。残り 1000m を通過。メジロラモーヌ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大手焼きを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ギリギリ詰める東海帝王、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはメジロラモーヌ、残り400、外から飛んできたのはネオユニバース、ジャングルポケット並んできた。ジャングルポケットここで抜け出した。100を通過。食い下がるネオユニバース、ジャングルポケット、足色は衰えない。ジャングルポケットリードは3馬身、強さを見せつけてジャングルポケット今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ちました、ジャングルポケット。中距離レースの王座決定戦を制し、その名を歴史に刻みました。2着ネオユニバース、3着はメジロラモーヌ。理想の近日、次はもっと